んぽよー、まいまいよー。はい、ということでですね、今回は、ね、実家に帰ってきたということで、もうずっとね、開けたかったとあるものが届いてたんですよ、お家に。それをね、開封していきたいなと思います。さあ、なんだと思いますか？じゃ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 ん。ジャンプ、キャラクターズストアから、届きましたー。そう、ずっとね、これね、結構前から、ずっと楽しみにして、もう注文してたものなんですけど、はい、早速開けていきたいなと思います。さあ、一体何が入ってるんでしょうか。開けていきますね。ワクワク。私はまあ何か知ってるんですけど。ちなみにこれ届いたのは、ヒントはですね、3月7日に届いております。3月7日に届いたとあるもの。ね、キャラクターズストアでは、普段、ね、皆さんは買い物しますか？私はね、このグッズは、実は毎年集めてまして。そうなんですよ。毎年っていうかもう今年で2年目なんですけど、毎年集めようと思ってて。そう、ちょっとこれだけはちょっと逃せないなと思って、購入しました。そうなんですよ、実は。バババ。来ました。ということで、早速見ていきまーす。すごいね、こういう開け方なんやね。なんかこの横までついてるタイプ。あ、中はこんな感じ。それでは、いきます。せーの。はっ、ドドドーン。なんと、ちょっと待って、まだプチプチが邪魔してる。じゃーん。やったー。はい、おっこつゆたの、ね、2022年度のバースデー缶バッジでーす。すごーい。来ました。すごい、嬉しい。ね、今年も買いました。嬉しい。もうこれだけはね、もう絶対毎年集めようと思って。そう。2021年は缶バッジと、あとアクスタも、そう、一応ね、ゲットしてたんですけど、ちょっとね、アクスタは今回ちょっとゲットできなかったんですけど、ちょっと缶バッジだけ購入しました。これはもう毎年集めようと思って。しかもこのバースデー缶バッジのいいところって、後ろにこう、組み立ての説明書が書いてあるんだけど、こういう風に立てて、飾ることができるっていう。まあな、んー、でも開けられないんですけどね。開ける勇気ない。もうこのままでも飾っててもさ、もうここのハッピーバースデーっていうの、これがさ、素敵じゃないですか。ね、もうこの縁がさ、もうおしゃれすぎん？そう、嬉しい。もうね、これずっと待ってたんですよ。そう。で、今までちょっと関東の方に、ね、アイドル活動で遠征に行ってまして、なかなかね、実家に帰るタイミングがなくって、ちょっと久しぶりに、そう、実家に帰ってきたら、届いてたっていう幸せでございます。とてもそう、ずっと待ち遠しかったので、ちょっとこう、ちょっとね、次はこのコスと一緒に関東にも行こうかなと思います。連れて行く。はい、ということで、ジャンプキャラクターズストアから一体何が届いたでしょう。正解はおこついたのこのバースデー缶バッジでした。またね、いろいろね、購入したものとか開封していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。